ピック2チャンネルへようこそ。本日は沢園に届け配やっていきたいと思います。さあということで頑張っていきます。エコフォーうるさくー。さあということで本日もマリオカート8デラックスオンザビーチ、本日はですねピック2に捧げるマリオカート8デラックスにしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、沢園に届け配、私ではない失礼いたしました、坂の上田村太郎に代わり私ピック2こと、ピックがですね、本日は、この沢園届け配をの、撮影をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。いやー本当にねちょっとこの大会すごいね荒れるっていうから、だからちょっとねまあ本当に怖いんだけど、まあ一生懸命、頑張って、いきたいと思います。もう1位もねとりあえず取っていこうかななんて、思ってる、そんなところですね。はい、ということで、早く消えてくんねえかな。さあ、ということで、まあ、ここはいいでしょう。はいはいはい。おー、なるほどね。そこでね。で、これ使っとこうか。一回これ使っとく。はい、これで金振ると。まあ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 、こんぐらいの触りはまあいいんだけど、ただ、お後のアイテムがね、あんまり何もなかったと。いったところがちょっと、なんで、パックン出すぎじゃない？パックン出すぎなんですけど、まあどうなるか。ちょっとこっからね、見物だね。はい、逆にね。はい。さあ、ということで、まあ、7位か。ちょっと微妙だね。こっから上がれるかな。私ことピック2は、やっぱりこのね、マリオカート大好きですから、そう、なので、ちょっと前に行きたいとは思っているものの、どうなるかはわからないと、いったところでございます。さあ、LED。うおー、マジ？そりゃ当たる？そりゃ、もうしねえな。はい、キラー対決です。はい、俺のこと抜かせるからキラーくん。はい、やめていい今日。そして12位のやつコンピューターやん。はい、続いてるんですは、キャンディー泥棒じゃなくて、スイーツキャニオンやっていきたいと思います。さあ、先ほどは取り乱して申し訳ございませんでした。エコーコーースタート。まあ、たぶんね、坂の上田村太郎くんは、おそらく、まあ、発狂とかすごいと思うんですよ。なんですけども、私、ピック2は、まあね、そんなに発狂しないように、まあ、していきたいと、思っている、そんなところなんですね。なんですけれども、ちょっと先ほどはね、マジで取り乱しました。大変申し訳ございませんでした。はい。ということで、ここからね、ちょっと楽しく、本日は、やっていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい。ということで、見て、俺の笑顔。ああ、あはあということで、まあ3位ね、まあ悪くないよ。さあ、こっから1位目指していこうかな、なんて、思ってる、そんなところです。さあ、カイチーさん。カイチーさん。こんにちは。その名前、すごい可愛いね。ピック2だね、それはね。さあ、ということで。キノコ欲しいよね。キノコ、ちなみに私好きなんですよ。何キノコが好きだと思います私。結構、ね、何が好きだと、結構、お食事で出るんですよね。ピック2のお食事に。そう。そう、だから何が好きかなーって僕も考えるとき、まあ、なめたけ好きだな、みたいなね。それは結構あるかもしれません。はい、ということで。おー、なるほどね。キノコ取られちゃうか。僕のキノコ。あ、青これ来た。青これ来たよ。絶対あと、ジャンピングアクションできないと。なるほどね。あー、はい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 。まあいいでしょう。まあこっからちょっと、これは2位で割ろうか。2位で割ろう。さすがに。OK、2位で割って。さあ、行くぞ。おー、なるほどね。悪くないよ。ただ、ちょっと後ろの赤コーラ引いてたら怖い。さあ、どうなのか。ちょっと、これはまあ行くか。行ってみるか。いやー、ちょっと緑コーラじゃん。緑コーラもちょっと怖いです。はい。さあ、そんなことある。オッケー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 。俺、当たんないでね、絶対。絶対当たんないでよ、頼むから。オッケー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 。いいよいいよいいよ、悪くない。さあ、俺このまま行こうか。あ、青コーラ来てる。青コーラじゃん、赤コーラ。いや、それ当たんの？待って待って待って、これ使わない。絶対、いや、使った方がいいな。使った方がいいわ。やばい、これはちょっと、なんか起きろ。いやー、もうキノコ来ないの、最後は。終わりだ。終わりだ。ちょっともう、本当にもう無理だ。終わりだ。ダメだ今日。もう、僕は、終わったかもしれません。もう本当に最悪です。アイテム回しゴミです。エコーコー。ウスタート。まあいいでしょう。今日は許しましょう。みんなのこと。今日は許す。まあ私ね、ピック2、めちゃくちゃ心広いので、なので、まあ許してもいいよ。
まあ、うん、まあ、うん、めっちゃ怒ってるけどね。はい、ということで、さあ集中していこう。さあ、もう本当にね、ちょっとね、荒れすぎなんだよね、やっぱり。荒れちゃう。うん、荒れ荒れの、やっぱ荒れちゃうんだよな、この大会って、本当に。本当に荒れ荒れなんで、ちょっとね、改善していきたいね。うん、坂の上田村太郎にちょっと報告していこう。うん。ね。そういうことするでしょ。うん。死ねや！すいません、取り締め。取り乱しました。申し訳ございませんでした。さあ、ということで、前行くぞ。もう、こっから行くぞ。もう、本当にね、今広すぎる、はっきり言って。うん。てか、うん、ちょっと暴言ね、吐きすぎて、すいません。ちょっと坂の上田村太郎さんよりもちょっと激しい、暴言を吐いてしまったかもしれません。そちらに関しては、大変申し訳ございませんでした。うん、ただ、私も言いたい。言いたくて言ったわけではございません。はい。本当に申し訳ございませんでした。さあ、ということで、ねえ、押しすぎじゃね？押しすぎじゃねえか。うん、あ、いや、落ち着こう。フィックス落ち着こう。フィックス落ち着こう。それ取れないの？待って待って待って、分かった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 。それ先行っていいよ。いいから、りょうた！先行けって。なんでお前やってきた？俺のこと。マジでちょっと、本当によ。もうやだ、もうこのステージ本当にもうやだ。来た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 、これいや、なんかよくわかんない、よくわかんない、動きがよくわかんない。さあ、まだ使わない。これはさあ、まあ雷持ってる人いないよね。いないね。はいはいはい。だけどちょっと距離がやばすぎるのよ、マジで。これどうする、どうすりゃいい、これ。さあ、ということで俺ここで使うわ。さあ雷、もうここで雷来ないともう終わりだ。うんうん、てか、大回りすぎじゃねえか。なあ。大回りし、もう意味ねえから、キラーの。ねえ。キラーの意味ありませんから。マジで。そんなこと言ってたら、キラーの意味、ないよ。ほんとに。ちょっと待って。これも使っとくわ。さあ、もうちょっともう。はあ、終わりだ。うん。そういうことなんだよ。そういうこと。もうスターしかいねえし。もうスターしかいねえし、ここらへん。あ、終わった。もうありがとうございました。もうやめ。ありえねえ。ほんとに。本気でありえねえわ。やっぱ坂上さんにお願いする？もう、ピックすること私ダメじゃない？ああ。まあいいでしょう。まあとりあえず全力で走ろう。エコーコー。ウエスタート。もう、坂上さんに頼もうかな、やっぱり。あの人じゃないとやっぱり無理かな。うん、ちょっとまあとりあえずまあ今日はね、坂上さんちょっと今日休養ということで、うん、なので私にちょっとね、あのお願い、撮影をお願いされたので、ちょっと今日やるんですけれども、うん、まあ本当に僕ダメだね。うん、ちょっとまあいろいろ考えます。はい、ということでちょっと風もらっていこうか。もらえないね。さあ、カメアウルセウスいるね、そこらへん。ちょっと俺もカメさんちょっとどうなるか。うわー、なるほどね、それ吸っちゃうんだ、あの人。待って、ちょ、無理じゃん、もう、それ、無理じゃんって、無理じゃんって。マジで無理じゃんって、本当に。それ以上何を求めるよ、マジで。そうで、本当にね、荒れすぎなんですよ、この、部屋というか、大会。うん。モコとエムハイもとにかくすごいんだけど、それ以上に、この大会は、もうなんか、え、なんかやば。うん、これ、それ以上に、この大会というか、まあ、ここに出てる人、自己中しかいない。マジで。うん。俺も含めね。そう、だから、もう俺が俺がだから、そう、エゴイスト大会なんですよ、この大会って。もう俺が俺が。うん。俺がしかいない。マジで。うん。俺が軍団。マジで。本当によ。ぶっ飛ばすぞ、お前ら。さあ、ということで、マサツーラン、お前だけには負けねえかんな。うん、今度撮影協力してもらうからよろしくな。マジで。カメラマンとして、君のことを、あの、持って、なんか、カメラ持ってもらうからよろしくね。はい、ということで。うん。そう。ほら、ほら、マサツーラン来いや。ほれ。さあ、怒り狂ったところで、ここで使っていこうか。さあ、ここで使っといて。さあ、ここで雷とか来てくれたらすげえ嬉しいんだけど、どうかな。今、どう？あ、来ないか。なるほどね。来ないんで終わっちゃうのかな、今日は。もう、何よ、それはー。
はい、続いてのレースは、動物の森になっていきたいと思います。さあ、私じゃん。私じゃん。動物とか。俺やん。エコーこう。スタート。俺やん。動物は。だったら俺ここで1位取らないとダメでしょ。ふるさとよ、ふるさと。うん。ふるさと納税納めてんのよ。ああ、ちょっとやってくるわ。うん。ふるさと納税ってそういう意味じゃないと思うけどね。はい。ということで頑張っていきたいと思います。いやー、もうちょっとダメだ。今日は。まあ、100万円届ける範囲ね、みんな、まあ、知らないと思うけど、動画多分出さないんで、ちょっとあれなんですけど、結構俺調子良かったのよ。そう、めっちゃ調子良くて、そう。それで、まあ、いい感じだったんだけど、いきなり3万円届ける範囲来て、ちょっともうゴミみたいな、ほらね、もうこういう走りやってるから、ガバガバなね。そう。だからもうやってらんないのよね。さあ、お前をちょっとすりたい。うん、君の水蔵。いやー、もうやめて。りょうた、りょうた、話し合おう。一回話し合おう。そう、話し合おう、一回。そうだ、そうだ、そうだ。一回話し合おう。うん、話し合って、ちょっと、ね、落ち着いていこうよ。な。うん、そうだ、そうだ。それでいい、それでいい。いや、どういうこと、ちょっと待って、見えない、見えない、マジで見えない、マジで見えない。りょうた、危ない！りょうた！危ない！さあ、ということで、まあいい感じよ。え、キノコ取る？そんなことあっていいのか？うん、まあそれちょっとコイン集めて、はいはいはい、ちょっとこっからちょっと前に行きたい、そんなところです。イエーイ、そこ取れないのね。ちょっとやばいねこれね。ちょっと待って、落ち着いて、大丈夫だから。え、木下、木下お前よ、ちょっと待って、落ち着いて。ジョノジファイヤー、もう何をやっ、やーべえ、ちょっともうさ、今日何やってんの？ほんと、ちょっと待って、ゴミすぎない今日。あ、もう、なんでそこ置いてあんの？ちょっと待って。落ち着いて。ラスト？あ、もう、ダメだ。終わりだ。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。あ、無理。もう無理や。もう無理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 。楽しいね。面白い。ということで、やっていきたいと思います。もうしょうがないよ、もう。え、ここ。スタートしないということで、やっていきたいと思います。さあ、ということで、もう、うん、もう打開だよ、打開。もう打開に行くしかねえよ。うん。本当にゴミすぎるからよ。ちょっと待って、待って、待って。あれ？なんか、モニター光るんるん？待って、それ、何ゴールドマリオ引いてんじゃん。引いてるっていうか、使ってんじゃん。え、あ、結構やってんのかな？ TA やってんのか？すごいな。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、それはいいとして、うん、ちょっと前に行きたい。そんなところです。さあ、ということで、コインをがっつり取っていく。はい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 ！さあ、ということで、またコインも取っちゃう。オッケーオッケーオッケー。さあ、ここでがっつりダブル取っていく。何が出るか。おー、なるほどね。これは俺次第だな。結構俺次第のとこある。あいつ、後ろね。あいつ、森田光るの引いてないかな？そこが怖いわ。うん。そこが怖い。そんなところです。あ、てか。なんだよ、お前。そこで引くのかよ。カサンダーをさ。だる。だけど、まあ、いいでしょう。詰まりそうな気がする。はいはいはい。ちょっと待って。なんとも言えないな、アイテム的に。いや、それも取れないのか。まあ、しょうがない。それは。がっつり、ちょっともう前行こう。がっつり。オッケー。いいんじゃない？で、ジャンピングして、何が出るか。ここ結構大切。ここ結構大切なんだよね。赤っぽい。それ当ててくるんだ。それ当ててくんだね。へー、すげえわ。ちょっと待って。ラスト、落ち着いて。集中。いや、いらない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 、オッケー、分かった。もう、何もすんの、何もしないで、頼むから。頼むから何もしないでくれ。オッケー、うん、迷い、うん、シワとシワを合わせて、うん、うん、幸せ、なぁ、あぁ。今日は、1位取れないかもね。終わってしまうかもね。だけど、ラスト2レース、ピック2見せます。見ててください。エコーコー。スタート。うん、やばい。ちょっと打開で行こう。打開で行きます。ちょっとね、もう、本当に坂上田村太郎ちゃん、こんなに苦しいことをやってるんだね。毎回ね。本当に。やばいね。
本当によ。よく、まあだけど、坂上ちゃんによく聞くんだけどさ、白髪がよく、毎週毎週土曜日に増えるっつってたの。うん。そう、だからよく美容院で、そう、髪の毛染める理由は、サワエンに届けないのせいって、うん、言ってる。そう、ヨッサンがいなくなっちゃって。一人で、こんな重い大会を抱えてるからって、言ってたわ。そういや、そういやね。うん。さあ、ということで、まあ、まゆは結構詰まってるので、ただちょっとこれでさ、キラーをね、最後に引きたいんですが、そう、引けない確率も結構出てきて、ちょっとやばい気がしてる、そんなところです。さあ、ということで、サンダーも怖いんだよな、これ。サンダーも結構怖い。どうなるか。さあ、ということで、10位ぐらい？オッケー。まあ。そこはいいや。使っとこう。OK。10位ぐらいで割って。なるほどね。まあ結構距離近いしね。キラー出にくい環境なんだと思う。さあ、ということで。落ち着いていこう。いやー、シングルか。シングルになっちゃった。あ、キラー怖い。いや、もっと、お前このレースでどんだけ引いてんだよ、バカ野郎、お前。さあ、ということで使っとくわ。ちょっとここで引こう。ここで引こう、絶対。絶対ここで引こう。うん、頼むよ。なんでだよ。なんでそんなゴミみたいなアイテム引いてんだよ。もうな、ゴミすぎる。ゴミ以上のゴミだ。もうなんだよ、それ。ちょっと待って、お前、ちょっと沈んどけ。もうちょっと、なんでキラ来ない？そして、もう終わりだ。もう終了だ。あ、もうダメだ。はい、雷。はい、雷来い。雷、もう雷来れば勝ち。雷来れば勝ち。なあ、もう無理だ。終わったわ。終わった。もうさよなら。もうさよならだ。さよならは悲しい。いや、それ、キロコ取れ。ラスト。1位取ります。はい。行きましょう。エコーコー。ウースターとピック2今日5位以下しか取ってないよ。まあ1レースを除いて。だから、ちょっとさすがにさ、坂上ちゃんにちょっと任されてる部分もあるので、なのでさすがにここでね、ちょっと、実力を示していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、森田ヒカルンルいるな。ちょっと待って、落ち着いて。そんなぶつかってこなくていいから。はい。さあ、ということで、いやー、ちょっとするだけ吸ってね。意味ねえのよ、するだけ吸っても。はい、ということで。てか、クマちゃんライドに、なんか前のレースぐらいから変えました。はい、今思えば。今気づいたわ、俺。そういや、と思って。さあ、ということで。よし、シングルなしだ。終わった。もうなんなんだよ、マジでよ。すぐ投げてさ、ボコ。はぁ、だるすぎ。この大会本当にだるいわ。ちょっと待って、落ち着いていこう。ちょっと本当にエゴイストしかいないから、ちょっと俺がの人間しか、俺じゃなかった。俺じゃないのはいいんだよ。俺じゃなくていいんだよ、それは。ああ、もうダメだ！もうダメだ！無理！もう終わり。もう今日無理だ。こっから1位になれたら俺もう泣くわ。さあ、はい、8位で引いて、はい、もうゴミアイテム。はい、終了。はい、雷ここら辺できたら、もう感謝する。ありがとうございますと。俺の豚肉あげるからさ、ちょっと頼む。豚肉あげるっつってんじゃん、もう。はい、ということでダブル取って何が出るか。弱ー。おー、ちょっと待ってくれよ。もう吐きそうだよ、もう。なんだよ、キノイチとキンキノって。ちょっと待って、落ち着いて。さあ、ここで引いて。いやー、もうダメだこれ。雷来てくれたら神。雷来てくれたら神。どう？雷ない？ないなー。終わりだ。はい、もう終了でーす。はい、ということでがっつり使って青コーラ行ってて、それで、もう何もなくて、俺じゃないか、よかった。もう俺じゃないか、よかった。もう怖い、赤コーラ。さあ、ここでラスト、落ち着いて。はい、使う。それでカメラ、これでカメラ来たらもう、やり合ってる、めっちゃやり合ってる。お、逆乗り、うわ、俺、いや、マジか、惜しい、マジか、惜しい。ダメだ。終了。
はい、ということで、本日、サワエンとだけ、私の得点46点という形で終わりました。まあ、46、乃木坂46、桜坂46と、まあ、僕は好きなのでね。なので、よかったです。はい、ということで、結果発表していきたいと思います。第1位、サトルさん89点でございます。素晴らしい。そして、第2位、カイチ、85点でございます。そして第3位、カメ・アルセンス81点でございます。そして第4位、コメ、フェニックスです。77点でございます。そして第、5位、バーストストリーム74点でございます。そして第6位、ワロン締めコメント罰71点でございます。そして第7位、副校長68点でございます。そして第8位、67点でございます。そして第8位、工藤ゆめと、67点でございます。そして第8位、夏休み、67点でございます。そして第11位、ミミ、66点でございます。そして第11位、J レスター、66点でございます。そして第13位、努力家シーザー、65点でございます。そして第13位、東京局各局、65点でございます。そして第13位、豚くん、65点でございます。そして第16位、レンチン記録を、64点でございます。そして第17位、ともやさん、63点でございます。そして第18位、62点でございます。そして第19位、坂豚ちゃんかわよ、61点でございます。そして第20位、まるー、まるー、60点でございます。ということで、本日、サメントロケ愛、ここまでの、このような、結果になりました。皆さんご参加いただきまして、ありがとうございました。ちょっとね、携帯の、今撮ってる、ビデオのね、充電が切れそうなので、ちょっと足早になっちゃいましたが、はい、ということで、本日サメントロケ愛、まあ僕はね、46点というね、まあピック2こと私なんですけれども、46点ということで、まあ来週はちょっと、サメントロケ愛、申し訳ないんですけども、ちょっとお休みさせていただきます。っていうのも、ちょっといろいろ、大きな、撮影があるので、はい、ちょっとお休みとさせていただきます。そちらのね、撮影の、動画も楽しみにしていただければと思います。ということで、本日はこれにて以上、また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。しゃ、ありがとうございました。